はーい、こんにちは、沖縄叔母です。今日はとんでもなニュースがいっぱい入ってきてます。はい、えー、これで一応最初配信最後にしようと思うんですけど、なんと隣のね、市民の国で、えー、例のね、えー、国家のね、えー、層のね、えー、動員法が発令されたと、もう頭痛いですね。はい。えー、でもね、 これ、ちょっと発令したのはいいけど、どうすんのっていうことなんですよね。まあ、あの、YouTube、ようつべさんでね、ちょっとあの、英語のなんか、動画が出ててね、結構騒ぎになってるみたいなんですけど、へえ、あの国、今ほら、ロックのダウンタウン中じゃないですか。どうやって動員するんでしょうね。はい、みんな、あの、かっかのね、 みんな隔離されてますからね、隔離。はい。えー、それでね、えー、食べ物がなーいって騒いでますからね。そういう人たちをどうやって動員するんでしょうか。もうほんとやってることめちゃくちゃですよね。はい。えー、そう思います。はい。えー、まあね、えー、これはもしかしたら、あ例のね、あれかなとも思いますけど、あのー、ほら。 あの、ね、今日朝あげたようにね、えー、肉まんちゃんがね、なんか長老ちゃんから怒られちゃったっていうあれですね。で、えー、どさくさに紛れてこういう、えー、よし、おめえ回復だってもしかしたら、あ、こんなことを発令してしまったのかもしれないですねっていうことですね。えー、まあ、タイのワンワン奪還とか言ってるみたいなんですけど、でもね、 どう考えても、はい、えー、今ほら、ほとんど全部の地域で、あの国ほら、ロックのダウンタウン中じゃないですか。どうすんでしょうね。はい。まあそういうことです。あまり現実味がないというかね、現実に沿ってないというか。なのでね、このニュースもね、いまいちちょっとあの信憑性にはちょっと欠けるかなとも思うんですけど、 まあ、もしね、こういうことが発令されたというのが事実であればね、えー、まずはロックのダウンタウンをね、解除しないとまずいんじゃないのってことですよね。えー、だってみんなね、みんな隔離されててどうやって国家総動員なんでしょうかね。<laughs> はい。花肌おかしいです。はい。えー、ほね、 えー、どうかしちゃってますよね。はい。もしかしたら焼けっ鉢になってるのかもしれませんけど、肉まんちゃんがね。えー、まあ、どうなんでしょうかっていう感じですよね。こちらの記事もまあ、貼っておきます。はい。えー、見に行ってください。まあ、沖縄もね、台湾と近いんでね、うかうか言ってられないんですけど、もし本当だったらね。まあ、でも私、あの、中国語できますんで、はい。何かあった時はね、あの、対処できますんで、はい。 はいまあそういうことです。まあ沖縄はねまあ、中の国の人よりはあのネパールの人がすごいいっぱいいるんでねえ特に那覇市はね、えー、那覇市の,あの第1位ですね外国人の第1位がネパールですからねはいまあそんなこんなでねどうなるんでしょうかという感じですね。 うーん、まあね。でもそれにしては本当におかしいんですよ。えー、もしね、こういうのが本当だったとしたら、今頃ね、えー、那覇の上空の空はね、えー、米軍の飛行機が飛び回っててもいいはずなんですけど、すごい静かなんですよね。この辺もちょっとおかしいなとも思っております。まあね、えー これもあれなんですけど、余談になっちゃうんですけど、まあ、タイのね、ワンァンのね、あの、サイのね、えー、英語の文章さんですね。あの、英語の文章さんも、あれですからね、あのー、あのー、チーのね、チーの、チーのピーとね、はい、えー、すごい仲いいですから、<laughs> はい、えー、なのでね、まあ、表向きはね、 えー、やるぞーって構えるかもしれませんけど、多分話はできてると思います。はい。そういうことでございます。はい。えー、まあ、おかしな話です。まあ、ちょっと考えればね、すぐわかるおかしな話です。ちなみにね、どうやってね、ロックのダウンタウン中にね、総動員するんでしょうかっていうことですね。はい。とってもおかしな話です。 はい。えー、まあ、そういう話がね、一応あるということなんで、えー、一応記事自体は貼っておきますのでね、えー、見に行ってください。はい。今日はね、一日お付き,お付き合いいただき、本当にありがとうございました。はい。明日もね、皆様いい日になりますように。はい。沖縄おばばでございました。ちなみにね、こちらの塗り絵ですね、竹井美樹さんの塗り絵なんですけど、お昨日ね、新刊をポチりました。はい。 えー、来るのが楽しみです。はい。それではまた、ごきげんよう。沖縄ママです。